会場後方の扉にご注目ください。アクターズリーグ2023のプロデューサー陣のご登場です。トップバッターはアクターズリーグインベースボールプロデューサー黒羽麻璃央。アクターズリーグはこの人の熱い思いから幕を開けました。その思いに野球をこよなく愛する俳優仲間が賛同、数々の名プレー名シーンを生み出してきました。アクターズリーグインベースボール2023は7月3日開催。野球の聖地東京ドームでまた熱い激突が繰り広げられます。それでは一言お願いいたします。はい、インベースボール、プロデューサーを務めます、黒羽麻璃央です。3年連続ということで非常に嬉しく思っておりますし、今年は何よりも WBC がありますので、その盛り上がりに負けないように盛り上げていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ続いてはこの方です。再び後方にご注目ください。アクターズリーグインゲームスプロデューサー高野明。ゲームというジャンルをアクターズリーグに持ち込んだ超本人です。高野プロデューサーをはじめ参戦した俳優たちのゲーム愛と熱量で会場が一体となり、斬新な演出による新たなステージングが大盛況でした。アクターズリーグインゲームス2023は6月19日開催。今年の開催地はさらにスケールアップ、なんと日本武道館です。それでは一言お願いいたします。アクターズリーグインゲームスのプロデューサーをさせていただきます高野明です。本日はお集まりいただきありがとうございます。今年も盛り上げたいと思っていますので、ちょっとずつお話しできればいいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして最後はこの方です。アクターズリーグインバスケットボールプロデューサー岡宮くるむ。舞台俳優陣によるバスケットボール愛あふれる昨年の試合はまさかまさかの奇跡の連続でした。手に汗握る展開に会場と選手が一体となった瞬間は、普段の舞台とはまた一味違う感動に鳥肌が立ちました。アクターズリーグインバスケットボール2023は10月11日開催。今年も開催地はバスケットボールの聖地東京体育館です。それでは一言お願いいたします。はい、今年もインバスケットボールプロデューサーを務めさせていただきます岡宮くるむです。お集まりいただきありがとうございます。僕も盛り上げられるように頑張ります。今日はよろしくお願いします。昨年は野球に加えて、ゲームそしてバスケットボールが加わりましたが、黒羽さん、はい、全体振り返ってみていかがでしたか。はい、いやー、去年僕も初めてその外側からこうアクターズリーグというものを、ゲームと、バスケ、を見させていただきまして、やっぱりなんだろうな、自分がやってるとあまりわからないんですけど、選手というか普段役者さんたちが舞台上で見せる姿とはまるで違う、本当に何だろう、子供のような少年だった時の、表情とかそういうものをこう見れて、なおかつ、お客様も一緒にこう盛り上がってくれるっていうのは、エンターテインメントとしてすごく素晴らしいものだなっていうのを改めて、実感することができましたし、いい意味でこの、3つの、アクターズリーグがですね、こう負けないぞという、お互いにどこかしらそういう気持ちがあって切磋琢磨しながら、1年間、素敵なアクターズリーグのアクターズリーグイヤーですかを過ごすことができたなっていうふうに思いましたね。高野さんは初めてのプロデュースでしたが、いかがでしたか。はい、いやー、本当にいろいろとすごく大変だなっていう、感じでしたけど、すごく作っていくのがめちゃくちゃ楽しくて、でも本番やっぱり全員に輝いてほしかったし、そういう思いで作っていきましたけど、
これが形になって、まあ、選手として出ちゃってたんでいろんななんか感情がありましたけど、すごくやっぱり感動しましたし、奇跡が起こるんだなって思いましたね。神谷さんの初プロデュース振り返ってみていかがですか？そうですね、今思い出すだけでも本当大成功で終わってよかったなとほっとしてるんですけども、なんだろう、なんか一つのものが、考えていたものが形になっていくのってすごい楽しいなっていうふうにも思いましたし、ただ今年はそれをさらにさらにこうパワーアップしてお届けできたらいいなと思いますので、頑張っていきたいなと思います。バスケの最後すごかったよね、1点差で、うん、俺もね、しかも最後の後我々はちょっとバスケの時にね、スタンバってたんだよね、裏で、うん、で、もうクロム君の最後の挨拶をしてる時のこうね、こう涙ながらの、お歌もそうだけど、なんかうわすごい素敵だなっていう風にね思いましたよね。でもあそこで一個分かったのは、やっぱりその1試合やりきって、その間声をいっぱい出し続けて、うん、最後喋った後にはやっぱ人は歌えないんだなっていうふうに思いました。ちょっと歌う体力が残ってなかったですね。いや1試合やった後に歌う体力がなかったです。いやそんなリベンジしてくださいよ。でもね、もしというの新しい試みでもともとやっていきたいなと思いますけども。